皆さんこんにちは。国用のレッツリポートへようこそ。この番組では国用のユニークな活動を紹介していきます。今回ご紹介するのは、リニューアルしてさらに新しいワークスタイルを発信するエコライブオフィス。エコにプラスして様々な創意工夫がされています。ではどこが新しくなったか早速見てみましょう。今回のリニューアルのポイントは、個人環境を大切にした空間、グループワークを重視した空間、そして離れたオフィスとのコミュニケーションがスムーズにできる空間です。こちらが個人環境を考えた空間、ワークビスタというワークステーションが置かれています。席は固定、自分の定位置で落ち着いて仕事ができます。照明にはインテリジェントワークライティングを採用。働き方や自分の好みに応じて照度や色味を調整することができます。明るい光にしてシャキッとアクティブにしたり、柔らかい光にしてゆったりとくつろいだり、これならしっかりソロワークに集中できそうですね。さて次はグループワークの空間。ここにあるのはワークソートという家具です。これらの机は簡単に移動することができて、組織の変更やプロジェクトに合わせてレイアウト変更がスムーズにできるのです。その場ですぐにミーティングできるのは便利ですね。そしてこちらはハーモニー。特徴はレイアウトが丸くなっていること。こうして座ってみると、正面を向いて作業をしているときには隣の人が視界に入らない。でも同じサークルの中にいることでメンバーとの一体感は感じる。さらに外からでも話しかけやすく、通りかかった人とのコミュニケーションもスムーズ。サークル型のレイアウトがいろんな可能性ときっかけを作ります。あれ？オフィスの中にいきなり個室。これはブラケット。この仕切りは遮音性の高い素材でできているので、外の音があまり気になりません。ここにチームが集まってモニターやネットワークを利用しながら集中してテレビ会議など多目的に打ち合わせをすることが可能です。こちらは離れたオフィスとのコミュニケーションがスムーズにできる空間です。ここにあるのはリンクポートという家具。スマートにテレビ会議ができる環境を追求しています。例えば楕円形や台形のテーブルを使用。参加者全員がモニターを見やすい位置にレイアウト変更できるようになっています。また参加人数に合わせて全員がカメラに映る適切な距離を取ることができます。場所を越えて遠くにいる人たちとスマートに会議する、これからのワークスタイルに欠かせない空間ですね。いかがでしたか？最先端の働き方を提案する国用のエコライブオフィス。今回ご紹介したのはその魅力の一部。機会があればもっと深くエコライブオフィスをご紹介しますね。それでは次回のレッツリポートまで。さようなら。